どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーです。そして JFK 金沢店長の小田井です。そして JFK スタッフの総木です。さあ、ということで今回は JFK で撮影させていただきます。お願いします。なんだで、取り直さないというこのままいきます。はい、はい、で、今は、この動画オンエア日が、3月の、14日の9時に、はい、オンエアされてるんですが、明日、3月15から、はい、いろいろ我々体型が変わったり、新しい挑戦をするということで、今回こういう動画を、撮影させていただいてます。じゃあ早速高台の方から、はい、明日から、はい、どういう展開になるのか、はい、ちょっと語っていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はいはい、まず、明日3月15日ですね、はいはい、に、立町ストリートに、はい、まあ、JFK 金沢の、うん、まあ、系列店、はい、である、ブルックライン、はい、フローム JFK 金沢をオープンいたします。はい、よいしょよいしょ。新店舗ですね。新店舗です。新店舗、はい、はい、それは、店長またこうですか。はい、僕が店長します。なるほど、はい、じゃあどんな店舗になるんでしょうか。はい、うん、まあ JFK のそのまあ DNA を、うん、はい、僕も JFK で2年ちょっと、はい、店長してまして、はいはいはい、バイヤーもしてまして、うんうん、で、まあ、その JFK の DNA をまあ引き継いで、はい、まあ、さらにちょっとこうブラッシュアップさせたラインナップだったりとか、よりこう僕の気分をまあ引き続き反映はさせていきたいなっていうところで、作りました。なるほど、はい、まあ、こう JFK グループ今何店舗ですか。今は金沢で4店舗です。ブルックラインがオープンしたら4店舗。4店舗になります。はい、なりますね。はい、まあ、そこの、まあ、フラッグシップ店という立ち位置でオープンするということで、はい、かなり気合入ってるんですか。かなり気合入ってます。はい、まあ、僕ら、早期もまだその、あの入荷、新しく置くものの、あの商品をまず全部は見てない。全部は見てないです。うん、ああ、なるほどね。それ隠してるんだよ、あえて。隠してます。買いに来てもらおうかな。いや、俺がスタッフ同士。まあでも、まあ、この JFK、はい、を受け継いでさらにブラッシュアップしたものを置くみたいな、はい、そうですね、イメージですか。イメージですね。ああ、はい、なるほど。まあでも、はい、基本はコーダの気分だよね。そうですね、はいはい、そんな変わらずって感じですね。あ、うん、まあでもアメカジを基盤とした感じで、はいはい、そうですね。ああ、なるほど。どんなお店にしたいんですか、これからは。そうですね、うん、まあ、まあ、JFK は、まあ、多分いろんなこう、はい、まあ、若い方から大人の方まで、いろんな方でくださってますけど、うん、なんか、まあ、まあ、僕も今年33になるので、はい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 、まあ、ちょっとその、うん、大人の方にももっともっと来てほしいと思う部分もあったりとか、なんだろう、かなりまあ内装とかも作り込んだり、うん、まあ、インスタの、こうブランディング考えたりとか、まあ、結構こう自分のやりたい、今2年前に JFK がオープンした時よりも、うん、こう今のこうなんだろう、自分の、うん、さらにこう古着屋としてこうレベルアップした自分をこう見せれるような、うん、あの場にしていきたいですし、うんうんうん、なんかまたそういう、うん、なんていうんですかねって感じです。なるほど、はい、まあ、もうすでに、インスタグラムのアカウントは、はい、あるので、概要欄の方に、はい、リンクを貼らせていただきますので、はいはい、気になる方はぜひね、はい、そちらの、インスタも、はい、フォローしていただければ嬉しいですということで、はい、で、JFK に関しては、はい、どうなるんでしょうか、これから。はい、まあ僕はマネージメントっていうか、はい、まあ、感じで、うんうんうん、立ち位置になって、はい、まあ、早期が、あ、はい、店長として JFK を任せると、はい、3月15から、そうですね、そうですね、店長ということで、はい、あ、なるほど。ちょっと意気込みなんかありますか。はい、はい、意気込みっすね、うんうん、まあ、自分も JFK で働き始めてから1年半ぐらい経つんですけど、まあ、JFK が今まで積み上げてきたものは残しつつ、はい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 、さらにそこに自分の色も出していけたらなって思ってて、はい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 、特にまあ自分もその結構年齢が若いので、うん、若い子に向けてもそうですし、早期、うんうん、今いくつだっけ。今年24になります。今年24か、はい、あ、はいはいはい、
もっと若い世代の子に、うんうんうん、まあ、今オンラインとかすごい買いやすい時代ではあると思うんですけど、いや本当そうだよね、うん、まあ、店頭に来る意味っていうのを、うんうんうん、こっちがちゃんと発信していけたらなっていうふうには一番に思ってて、うん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 、とにかく買う買わない別にどうでもいいんですけど、はい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 、そのカルチャーとか服とかにもっと直接触れる機会 を、うんうん、こっちがちょっと楽しむコンテンツも織り交ぜながら作っていけたらなと思ってるので、なるほど、なんかちょっと人が、うんうん、楽しんで来れるような場所 を作っていけたらなっていうのがありますね。なるほどね、まあ、明確にこういうショップにしたいみたいな展望はあったりするんですか？ありますね。おなんかここに来ればかっこいいものがあって、うん、はいはいはい、ここに来ればかっこいい人がいて、うん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 、ここに来て喋ってるだけで楽しいっていう場所ができれば自分は一番いいかなと思って、はいはい、なるほどね、うんうんうん、それの発信の先頭に自分がずっといれればなっていうふうには思ってます。成長しましたね、うん、素晴らしい俺のコンセプトよりもしっかり高台の方がなんかふわってふわってる感じですねまあまあでも早期の場合は JFK っていう基盤がしっかりあるとこからこう自分の色を出していくっていう感じだけど、まあ高台は何もないところからブルックラインという新しいショップをこう立ち上げるっていうところだから、まあ若干ふわっとはなっちゃったよねでもまあ2人ともね、頑張ってこれからもね、あの応援してくださいっていうことですね。はい、よろしくお願いします。で JFK は、早期一人でやるんですか？自分一人じゃなくて、はい、新しいスタッフを一人入れることになりました。はいはいはい、なるほど。じゃあちょっとスタッフの紹介もしていただけますか？はい、お願いします。はい、じゃあスタッフのちょっとどうぞこちらへ。はい、こんにちは。こんにちは。あんまぬるっとか言う。ぬるっと。ちょっと自己紹介してもらっていいですか？お名前はオケタネ。お名前です自分でお名前って言わないんだよそうです。カズキね。カズキです。カズキでいいですね。カズキくん、カズキもおいくつですか？26です26歳。26歳なの。渋い26歳、はい、めっちゃ似てない？めっちゃ言われる。めっちゃ言われる。本当にまあ光栄ですけどね。まあね、いや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 、ね、かっこいい先輩に似てるって言われて、かっこいい先輩に似てるって言われてめちゃめちゃ嬉しいです心の中ではよっしゃーって思ってます。別に声に出していいよそれはありがとうございますって言うよりいいんじゃない？あの JFK に入った経緯とかなんかあるんですか？もともと、もう3月から、働いては、3月の1日から、はい、JFK のスタッフになります。はいはいはい、はい、そのじゃあ経緯、はい、聞かせてもらっていいですか？もともとお客さんとして来てくださってて、うんうん、はい、でその同じ通りにある違うお店で働いてたんですけど、その JFK のアイテムだったり JFK の雰囲気を好きでいてくれて、ね、はいはい、本人もちょっとここで働きたいっていう意思があったのと、タイミングよくスタッフを募集するっていう時でもあったので、うん、あ、そっか、新店立ち上げがあったからね、はい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 、なのでちょっとこっちからも声かけさせていただいたのと、はい、まあ、和樹君もその働きたいっていう思いがあったので、はいはいはい、それがマッチしたので、うん、今回3月1日からスタッフとして入っていただくっていう感じになります。なるほど、はい、ちょっと意気込みなんかありますか？意気込みですかまあ僕が入って、はい、今もあのいい、はい、お店で、はい、すごくちょっとね、あのおっとり系なんですけど、はい、お店ですけど、はい、まあ僕が、うん、入ることでもっとなんか、はい、うん、いいお店にしていければ、はい、一番いいのかなと思ってます、うん、はい、じゃあこの3人をね、応援よろしくお願いしますということで、はいはい、これから3月15から、はい、そういう体制になりますのでね、はい、皆さんよろしくお願いしますということで、はい、ということなんですが僕からも1点、はい、大事なお知らせが、はい、あります。インスタの方ではちらほら告知しているんですが、私が結構前からお世話になっているホープアースさんというアクセサリーブランドからお声掛けいただいて、なんと僕がプロデュースを務めるネックレスが発売になります。ありがとうございます。これはですね、去年の
11月ぐらいから、お声掛けいただいて、でいろいろ何作りたいとかいろんなこう細かい、ところだったり、まあ、手直しをしながらこうお話を進めさせていただいて、やっと、まあ、形になったんですけど、まあ、ちょっとね写真を載せときますが、ハート型のネックレストップなんですが、まあ、コンセプトとしては、まあ、第一次世界大戦の時に、まあ、戦地に行く、兵士たちが、大切な、家族や、恋人のために送った、まあ、ペンダント、ロケット型ロケットっていうんですか、うんうん、ロケット型の、ネックレスがあるんですけど、まあ、それを、通称、スイートハートジュエリーと言いまして、それのデザインをインスパイアして今回、ホーパーさんと一緒に、アクセサリーを作ることになりまして、15日から、販売開始ということで、商品の、リンクも、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、そっちの方を、またご覧くださいということで、そして、なんと、3月15日から、はい、オープンするブルックラインさんで取り扱い決定しました、はい、ありがとうございます。いや、なんか一緒に仕事するの超楽しいよね。そうですね。で、一応、ブルックラインさんには、サンプルを一つ、はい、置かしていただいて、受注生産という感じに、はいはい、なります。で、まあ、実際、まあ手に持ってみて、つけていただいて、で、まあ、ご購入を検討される方は、まあ、高台に。はい、言っていただければ、まあ、おそらく2週間ぐらいで、まあ、お店の方に届くかなっていう感じになりますのでね、ぜひ金沢では、まあ、ブルックラインでしか、まあ、そうですね、実物を見れないので、はい、ぜひ見に来てくださいということで、はい、でも3人にもね、着用のモデルをしてもらったんですけど、まあ、ハート型のジュエリーですが、うん、我々みたいなね、うんうん、ゴリゴリの男子にも、はい、合うという、うん、はい、ちょうどいいとこつきました、うん、最高ですか、うん、かっこよすぎます。嬉しい、で欲しい、いや嬉しい嬉しい、まあ、皆さんもね、ぜひ現物を見てちょっと考えていただきたいので、うん、まあ、オンラインストアでも、購入可能なので、まあ、ぜひね、まあ、金沢の人は見に来てほしいね。そうですね、うん、まあ、ブルックラインのオープンに合わせて、うん、はい、ブルックラインのアイテムとも、組み合わせたりね、うん、してもらいたいので、うん、そんな感じで、我々からの告知はこんな感じということで、はいはい、これからもね、今年はちょっといろいろ面白いことがまだまだたくさんありそうなので、うん、はい、なんかさらにパワーアップした、うん、YouTube チャンネルをしたいなということなので、はい、皆さん応援よろしくお願いしますということで、はい、今回こんな感じで、はい、告知の動画になりましたが、これからも応援よろしくお願いします。今回こんな感じで、はいはい、終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。完璧です。